どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆様こんばんは。はい、ありがとうございます。なんだか黄色い線が聞こえました。はい、ありがとうございます。なんだかアイドルになったそんな気分です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は一番短いスカートを履いてきました。さっきあのファンの方がですね、ちょっとスカート短すぎんじゃないなんてね、お電話が実はありましたけれども、ちょっと短いから、ちょっと今日はね張り切って、はい、短いのを履いてきたんですけれども、なんでかと言いますと、こちら町田はですね、私の第二のふるさとと言ってもね過言ではないぐらい思い出深い町でございます。私の恩師、作詞作曲家中山大三郎先生、町田市は南筑紫野というところにお住まいがあったんですけれども、そちらの方で、私が、歌手になるまで6年間ですね、内弟子修行をさせていただきました。まあ、6年というともあっという間でね、掃除とか洗濯とか犬の世話とか猫の世話とかいろいろやらせてもらったので、まあ、今のね時代はもしかしたら内弟子ということはないかもしれませんがね、私もいい勉強、いい経験をさせていただきまして、今日はですね、中山先生の古くからのご友人ですとかね、私の内弟子の頃から知っているというね、あのファンの方もきっといらっしゃってるかなと思いますが、町田はですね、本当に久しぶりにお邪魔をしております。というのもですね、今歌いましたふるさとになりたい、これはですね、私の地元北海道函館をテーマにした歌なんですね。函館 NHK 放送局さん80周年の記念の曲としてもね使っていただいたんですけれども、最近はこの歌がねちょっと浸透しておりまして、北海道函館は特に、最近いろんなイベント、いろんなお仕事で、月の半分以上は函館にいる感じですね。で、実は明日も朝一便で函館に行ってまいりますけれども、今ですね、函館地元のラジオ放送局、そして、テレビ局、ちょっとレギュラーをね持っているので、ちょっとね夜帰ってお仕事をするんですけれども、先ほどもねお話ありました、実はフジテレビのモノマネ紅白歌合戦というね番組出させていただいて、もうレギュラーになりまして7年目になります。あ、そうそうそう、私ねデビューして16年目です。そう、20歳でデビューしてからね。18で上京してきて6年あって、それから15年、足したらいくつなんだろうね、もういいそれはね。はい、フジテレビモノマネ紅白歌合戦、モノマネテレビ見てますよとかちょっと拍手を出してくれます。あ、結構出してます。ありがとうございます。いつも負けてばかりですいません。はい、7年ね出演しているんですけれども、今日はですね歌謡ショーではなく、今日は歌謡フェスティバルということなのでね、ちょっとね、いろんな企画をね、思考を凝らして、このステージね、今日最後まで楽しんでいってもらいたいなと思いまして、モノマネをちょっとやってみたいと思います。ありがとうございます。もし似てなくても、このぐらいの拍手っていうのが聞こえると思うんですけれどもね、1回目ね、実は歌いまして、自分の点数つけたらもう80点くらいだったかなと思いましたね、ちょっとね。100点目指して聴いてもらいたいなと思いますが、この歌もとってもね難しい歌でございますが、テレビでもね一度歌わせてもらっております。ちょっと着物ではないんで雰囲気が出ないかなと思いますが、